アスキアの墓は、マリ共和国がお地方にある15世紀末の遺跡で、尊外帝国最盛期の皇帝アスキアムハンマドの墓地と考えられている。西アフリカのサヘル地帯における伝統的な泥の建造物群の優れた霊場として、2004年にユネスコの世界遺産に登録された。この遺跡には、ピラミッド状の墓、二つのモスク、墓地とその周辺が含まれている。 ピラミッド状の墓は高さ17メートルで、この地方の植民地下以前の建造物群の中では最大を誇る。また、同時にこの地方に広がっていくこととなるイスラーム、建築様式を取り入れた最初のものでもある。この一帯は20世紀以降にも手を加えられており、1960年代から1970年代半ばにモスクが拡張されたほか 1999年には一帯を取り囲む壁が建造された。また建造物群は泥でできていることから定期的に塗り直しが行われてきた。2000年代初めには天井の扇風機を回したり、照明、音響器具を使うために電気が引かれた。アスキアの名は一般的にはモスクの名として、そして都市の共有物となっている。 文化的中心地の名として用いられている。この遺跡と周辺の干渉地域は国と地方の法令によって保護されている。2012年の第36回世界遺産委員会においてマリン北部の地域紛争を理由としてトンブクトゥと共に危機にさらされている世界遺産リストに登録された。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。 ありがとうございます。